ましたのです。というわけでね、今回なんですけど、異色のコラボと思う人もいるかもしれないんですが、今回こちらの方に来ていただいております。はい、どうも皆さん、ポケモン実況者界隈嫌われナンバーワン、ポケ画面です。これ大丈夫ですか？低評価1000つきますか？いや、マジで。俺、僕は先生のサブチャン出た時に、はい、普段低評価つかないのに、俺がいるっていうだけで1000つきましたから、高評価500、低評価2000ぐらいいっちゃいますけど。でも、はい、逆に言うと、僕まだ YouTube 始めて半年も経ってないんですけど、はいはいはい、駆け出しの時しかできなくないですか？あー、なるほど。火遊びはね、仮にね、そう、確かに大きくなったらもうね、僕バグられたらもんですから、ビッグになったら非公開にします。やばくない？やばくない？この人わざわざね、そう、とんでもないよというね、まあ、冗談はさておき、はい、まあいろいろご縁があってね、今回コラボさせていただくことになったんですけど、ありがとうございます。まあちょっと一つね、まあ、せっかくポケ仮面さんと会えるならやってみたいなと思ってたことがありました。はいはい、ポケ仮面さんといえば、はい、ポケかではなく、はい、やっぱ炎上評論家として知られてますよね。まあ評論家っていうか、まあ、僕自身も炎上して、炎上した上に僕がさらに炎上を取り上げてる感じなんですけど、はい、はい、僕もポケ仮面さんの炎上を取り上げてる動画、まあ、実はね、あんまり大きな声で言えないですけど、はい、まあ、結構見てて、ああ、ありがとうございます。この人の炎上評論家としての実力は確かなものだなと思ってたんですけど、怒られるかな、まあ、視聴者の人なら分かると思うんですけど、友人のポケモン実況者で炎上を過去にねしたことがある人たちがいまして、はいはい、で、まあ、今はもうね反省して普通に活動を続けてるんですけれども、はい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 、実際にポケ仮面さんだったら、その僕の友達のポケモン実況者、顔を見るだけで、はい、なんで炎上したのかまで分かるんじゃないかっていう。俺超能力者じゃない？そんな見ただけで分かる人じゃないですよ。まあでもやっぱり捜査官とかってこうやっぱ顔写真とかから、そうですね、傾向とかをさ見出したりするじゃないですか、はい、そういうスキルが実はあるんじゃないかなと、なるほど、思って、はい、まあ、今回ね、当然友人にも許可を取って、あ、よかったです、やらせていただくね。これ勝手に言って態度とか言われたらもうとんでもないことになっちゃう。本当に過去のことなんで、はい、もう全然、なるほど、知っていいよっていうことだったんで、顔写真を見せて、はい、で、こっちからまあ、こういう理由で炎上したっていうのを3択ぐらいで出しますんで、なるほど、まあ、それからちょっと顔とね、名前からってだけなんで、はい、相当難しいと思うんですけど、ちょっと試させていただければと。わかりました、評価させていただきましょう。というわけで早速やっていきましょう。はい、じゃあ今回なんですけど、はい、3人用意して、うん、うち1人は炎上したことないんです。なので、まあ、そこも見極めてもらおうかな。なるほど、これもうズバリ言っちゃっていいんですか？もうはっきり、あ、もう全然言っちゃっていいです。大丈夫ですか？ポケ仮面さんのね、その洞察力でバンバンかましちゃって大丈夫です。これ俺が悪口言って、この実況者の囲いの人、僕のこと叩かないで、シャロンさん叩いてください。僕のこと絶対叩かないでください。今僕聞きましたからね。すごい協力的だったんで、はい、お願いします、はい、じゃあまず1人目ですね。はい、デデン、あー、はい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 、まあ、ライバロリさんはやっぱり名前とか顔とか知ってると思うんですけど、いや、もうがっつり知ってますね。まあ、実際そこまで仲いいとかではないですよね。そうですね。てか炎上したことあるんですね、はい、この人。うん、というわけで、はい、まあ、この方の炎上理由をちょっと当ててもらおうかなと。なるほど、ということで、あ、ただあれですよ、3人のうち1人は炎上したことないんで、全部嘘の可能性があります。ああ、そういうことか。その時は、いや、この人これは全部ないんじゃねっていうのも、まあ、言ってもらえたらなと。いや、でもなんかそう言われたら、まあ、炎上してそうやもんね。来た、うわー。そしてこちらですね、ライバロリさんはなぜ炎上した、はい、A、 ゲームのプレイ時間が発売時点からプレイしていても達しない時間になっていることが配信中に発覚してフラゲしていると、はあはあはあ、いうことがバレて炎上してしまった、はいはいはい、B、 整形疑惑をずっと否定していたんですけど、仲良い友人のタレコミによって実際に整形していたことが発覚してしまって炎上した。はいはいはい。C、 表向きでは女性や子供にもね優しい、はい、模範的なポケモン実況者としての立ち振る舞いで活動していたんですけれども、はい、実は裏で女子供を叩いたり、もう平気でね暴言を吐いたりしていたと。これいいっすか？ガチで、はい、ガチですか？え、でもこれね、僕 C は絶対ないと思ってるんですよね、はいはい、これなぜかというと、この人は優しくない。この人は優しくない。この人はリスナーさんに対しても、まあ、優しいところはあったかもしれないけど、僕は優しくないと思ってるんですよね。これなぜかというと、なんか会ったことあるんですよ。あ、あるんですね。そう、会ったことあって、まあ、話したこともあるんですよね、はい、で食事をした時はすごい優しかった方なんですけど、はい、まあ、僕が、まあ、そのカードゲーム の、 そのイベントみたいな時に、はい、ライバルさんがいて、
で、みんなが話しかけてる中、僕が話しかけたんですよね。そしたら、うっすみたいな感じで、ガン無視されてどっか行かれたんですよ、この方は。これ嘘の笑顔しとる、これ。これ嘘の笑顔、これやってるよ、これは。これガチの笑顔ですね、これは。これでも喜んでますけど、これはね。これ作ってますね。で、これで C はないですね。暴言は、なんか動画見たことあるんですけど、まあ、結構吐くとき吐いてるときあるから、これはどうも、これは本当かもしれない。暴言は本当かもしれないけど、それ以外は分かんないですね。整形疑惑ね。いやー、でもね、どうなんだろう。でも、だ変わってますよね、顔が確かに。いや、変わってんのよ。みんな、これ。変わってる。だってもう、えこれとこれもう別人やん、これとこれ。いや、これ正真正銘全部本人。本人なんすか。時期は違いますけど。だからこう髪型、これだってこれも違う、これも違う。だってえもうメガネ、えもう誰？いや誰なん？全然違う。いやでもポケモン実況者が整形で炎上は俺しないと思うんすよ。あー。 B もない。ってことで正解は A のゲームのプレイ時間が発売時点からプレイしていても、いても達してない時間となっていることが配信中に発覚し。フラゲがバレて延長した。これや将棋法で A ってことです。 A です。これはない。これは正解です。しました。いやこれちょっと簡単じゃないですか。ちょっとゲームの延長一つしかないからこれやろ。もう誰が見ても俺じゃない人でも A でしょってなりますよ。あ、なるほどね。でも、まあ、実際にこれはなんかフラゲして炎上してたみたいなんですけど、うん、まあなんかその後フライングゲット踊ってみたっていう動画を、まあ、あの投稿してね、めちゃくちゃしっかりと反省していたと。反省してないだろそれ。あんな恥ずかしいことはねなかなかできない。視聴者の方にもね、あの頑張った頑張ったねっていう風にね。なるほどね。許してもらって、まあ、反省してるみたいなんで。いやーすごいっすね、うん、これだ。 俺がしても炎上してないんでしょうね。俺がしてもね。ゲーム実況者ならではかもしれない。そう、炎上してしまった。まあでもやっぱりそこまで考察してあの導いたっていうのは、いや導きました。炎上評論家のポケカメンさんの実力なんだ。素晴らしい。来てます、実力が。2問目ですね。はい、こちらはラブリーさんというポケモンのゲーム実況者の方ですね。ラブリーさん、はい、はぁー、整形してますよ、この方も。この方は整形はしてない。あ、整形はしてないですか。大丈夫ですか、はい、なんかこうめちゃくちゃ失礼なこと言っていいですか、はい、だんだん前髪なくなってきてません？大丈夫？なんかストレスとかでなんかなっちゃってるのかな。時期は分かんないですけど、うん、まあ、はい、OK です、OK です。まあ、この方もね、うん、まあ、炎上したと。はいはいはい。でもこちらが理由ですね。 A、まあ、交際していた女性の DV 行為殴っては抱きしめていたということが、まあ、告発されてクズ男じゃん。炎上してしまった、うん、で B、 負けた方がポケモンを1匹奪われるという闇ポケモンバトルをして、うん、はい、有名実況者の大切なポケモンを奪って炎上した。C、 ポケモンのランクマッチの最終成績を偽りましたと、はい、でその後存在しないはずの同順位の人が現れちゃったんですよ。おうおう。その人のお前レート嘘ついてるだろうと、うん、扱って、でも最終的にはこっちがレート詐称していたと。これじゃないの。発覚して炎上した、うん、うわー、なるほど、はい、これいいっすかね。はい、これいや僕ポケモン実況者の視聴者さんってすごい厳しい気がして。厳しい気がしますね。僕自身いやポケモンゲーム実況ね、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、クソガキボコす動画とか出して、まあめちゃくちゃ荒れたりとか、まあ視聴者さんが怒ったりとか低評価もめっちゃついてた側なんで、まあ厳しいっていうのは分かってるんですよ。その中でポケモン実況者がですよ、最終成績を偽るね、その後存在しないと同意中の人が現れず、トレートのレート詐欺、詐称扱いし、最後は自分自身がレート詐欺、詐称だった証拠を浮上して炎上したっていうのは、これもポケモン実況やっちゃダメでしょ、これ。あと思うんですよ、僕は。だって、いや、これもやばいけどな、この DV も。おかしいけどな、これも。いや、だから A と、あ、でもどっちなんだろう。でもこの負けた方がポケモン一匹奪われる闇バポケモンバトルの有名実況者に対するポケモンを奪って炎上した。はい、これ多分企画だと思うんで、はいはいはい、勝手に奪ってないじゃないですか、相手の上で交換しないと。あ、なるほど。企画だったら別に奪われても炎上しないんじゃないかってこと、ね、そうそうそう、はいはいはい、プラス後で返すとか言えば炎上も収まるわけですから、はいはいはい、いや B はないって考えたら、いや俺 A と C、 いや嫌なんだけどどっちもこのどっちかで炎上してるってことを、マジでどうですか、ヒントあります？うわー、でもね、うわこう言っちゃ悪いですけどね、はい、女性にひどいことしてそうな顔してるんですよ。うん、言っちゃ悪いけどね、ちょっと言っちゃ悪いですけど、レート詐称はしてそうですか。いやでもね、どう
うなんだろう、なんかポケモン実況者の人って本気の人多いから、その例えばなんかなんだろう、偽る、あーでもね、いやなんか偽ってそうに見えてきた。なんかだんだんと見えてきた。なんかラブリーって名前がうさんくさくなってきた。うん、めちゃくちゃ、うん、自撮りの仕方もうさんくさいんですよ、ちょっと全部が。いやでもこれはちょっといいですか、俺は A と C だったら俺は A はなしにしたい。もうやっぱ男性としてひどい行為じゃないですか。結局やっぱ女性に暴力振るっていうのは良くないと思うんですよ。良くないっていうか僕の市場入ってますけど、はい、振ってほしくないから C の最終成績を偽った、これで。なるほど。え、これ A だったら俺ラブリーさんブロックしちゃうかもしれない。マジで俺 Twitter とチャンネル非表示にしてブロックしちゃうかもしれない。 DV は許せないよ、ね、許せない。やっぱ炎上、やばいやばい、エグいっすよ。逆に炎上してない可能性もあるからね。そうなんですよ、トラップ入ってたから、ね、うわっ、もう一回考えていいですか、ちょっと。えっ、そうだ、言ってたわ。え、でもこれ俺悪くないからね。まず叩くならマジシャレ。本当に。いや、あ、まあ、今回ね、本人にね、非常に協力的な。あ、そうなんですね。いじってく、いじって大丈夫ですと言われてますから。うわ、そうだ、なしってなった、はい、うわ、そうだ。いや、でもね、炎上してそうな顔してんのよ。なんかね、この、ここは炎上してないんですよ。ここは炎上してなくて、炎上この時は炎上してない。そう、炎上してない。炎上してない、炎上してない。これ、一回炎上して、もうなんかストレスでなって、はい、これもう前髪なくなってきてるじゃないですか。いや多分ここでなんかなったんでしょうね。炎上してストレスみたいな、男性ストレスで結構頭皮やられるんで、はいはい、いやーでもポケモン実況者でこれはないだろう、 C は。いや、いや分かった、ソラなしもあったんで、創作の可能性もあるからね。そうです、僕のじゃあこれ信じます、僕はこの人は炎上してません。わかりました。はい、じゃあ一旦ここでネタバレしちゃうと最後の人がね、そうです、炎上してるってなっちゃうんで、あとか3問目に行ってまとめてね、答え合わせと言いたいと思います。どうしよう、これ炎上してたら。3人目、はい、壇ノ浦さんですね。大丈夫この人、え、ちょっとこれ大丈夫ですか。え、これ大丈夫、これ大丈夫です、怖い、なんかパキってる。これ大丈夫です。大丈夫ですか、壇ノ浦、勝者証明壇ノ浦。はいはいはい、はい、え、この人炎上したんだ。で、はい、彼の炎上理由ですね。 A、 カードゲームの大会の配信卓でイカ様をしたことがバレて炎上した、はあ、B、 ポケモンセンターのバラ売りのパックをサーチしてレアカードを当てまくっていたことがバレて炎上した。え、もうそれえぐいで。 C、 本郷奏太さんと勘違いして話しかけてきたファンの方がいたんですけど、はい、まあ、その人に、いや俺はシール横浜2位なんだよと、うん、勘違いされたことにキレて、うん、怒鳴ってしまい、まあ、そのことをリークされて炎上してしまった。めちゃくちゃ天狗じゃない。ここめちゃめちゃ天狗じゃない。こう、いやすごいことなんだけど、これあれあれですよね、僕知ってるんですけど、カードゲームしてる方ですよね。カードゲーム実況者はポケモンカードの実況者、ね、そうですよね、はい、え、これしたらだってやっちゃダメでしょ、 YouTube。 これイカ様 YouTube しちゃダメだよ。でも、まあ、皆さんね、過去の話ですから許されてるってことですか。まあ、許されてる方もいるかもしれない。まあ、確かに僕も過去に炎上して今、はい、反省して許されてる、はい、何回炎上したの。何回ですか、数えきれない。ちょっと言えないですけど、調べたら出てくるんですけど、はい、とんでもない人間なんですけどね、僕はね、はい、自分の言うのもあれですけど、いや僕ね C はないと思いますね。いやなんか顔はめちゃくちゃあれなんだけど、めちゃくちゃあれって言い方あれだけど、謙虚さが出てる方だと思うんで、僕は天狗にはならない方だと思ってます、僕は。なんで C はないで、でもね、さっきのなしって答えたからこれしてる確定なんだよな。変えてもいいですよ、書いてもいい、書いてもいいです。あのこっちがなしで、さっきの方から ABC また選び直してもいい。そうですよね、イカサマしたことがバレて。いや僕ね、カードゲーム YouTuber なら、はい、これは僕やったら多分絶対できない、あの YouTube を復帰できない、できないと思う。ああ、なるほどなるほど。だってカードゲーム大会の配信格って言っちゃえば一番すごい数の方が見てくれる状況じゃないですか、はい、で顔も出てる状況でプレイとかもやり方も全部見られてる中で、ジャッジの人もいる中でね、はい、これをしたら、だってこれはもう全部 YouTube 低評価でしょ、こんなそんな状況でイカサマするやつがいるわけないと。いるわけない。そしたらポケモンセンターバラ買いのパックをさ、いやこれもだってもう活路できないでしょ、こんなサーチしてこれは復帰できない、できないでしょ、こんな当てまくってたこと。だって言っちゃえばやってること詐欺みたいなもんじゃないですか、まあ、ね、そうですね。いや高いのサーチしてやっちゃいけないですよ、安く買ってね、やるってのはいけないことですから。コンビニのやつでもね、問題になりましたから、カードショップとしては許せないですね。許せない。あったら、いやそうですよね、はい、カードショップとして今許せないって言った人がこれ出してくるって、もうこれ
まあでも心入れ替えてるかもしれないですからね一時期の気の迷いでね。いやサーチは入れ替えてもやるのよサーチは。いや変えます。この人は炎上ないです。あー炎上ない、炎上ない。ラブリーさんですか。ラブリーさんですね。え、でもラブリーさんがこの3つの中でってことでしょ。で、B はないか A か C やろ。うわぁ、なんでこんな難しいんだ。こんなに難しいんだ。炎上評論家でもさすがにこの顔と名前と活動だけでは、いや、難しい、難しいですね。甘いフェイスすぎる。そして名前もな、もう甘いですよね。甘い、うん、名前も顔も、うん、甘いからこそ全部うさんくさく見えてしまう。でもやっぱさっき言った通り、はい、やっぱ A はもう市場ですけど、はい、やってほしくない。なるほど。男として、まあ、暴力ってこれでも外したらもう本望だと。本望です。なるほど。もうしてたらしてたら僕はブロックするし、はい、もうしてなかったらそれで嬉しいです僕は。なるほど。だから C ですね。最終成績を偽った。そして壇ノ浦さんが炎上なし、なしだと。答えは、はい、壇ノ浦さん炎上してません。来た。いやよかった、よかったよ。ほんとそのね、サーチもしてない。ファンに切れたりもしてません。してないですね。でラブリーさんの、え、ちょっと怖いんだけどマジで。嘘でしょ。 C じゃありません。C じゃないの。 A か B どっちかってことですか。え、俺もうブロックする準備できますよ俺、いつでも。 A でもありません。いやーマジか。というわけで答えは B なんです。あ、ほんとシャロンさん叩いてください本当に。いや、DV はしてません。いや、そうですよね。まあ、B なんですけど、うん、言ってた通り企画なんですよ。はいはいはい、はい、企画で炎上するわけないと。炎上するわけないってお互いどういうの目ですか。思うじゃん、うん、で、まあこれは、まあ、悲しい事件だったんですよ、言ってしまえば。はいはい。負けた方がパーティーからポケモン1匹相手に奪われるっていうね、うん、はいはい、企画の大会があったんですよ。はいはい。で、まあ、相手の方がね、すごい有名な実況者の方で、はい、で、まあその方が負けたんですよ。はいはいはい。で、ラブリーさんはその中のポケモンから一番こう奪ってもまた育て直しやすいであろうというポケモンね、うん、いろいろ伝説のポケモンって結構つかめるの大変だったりするんですよ。あ、大変ですね、うん、なんで伝説のポケモンとかは除いて、うん、一番育て直しやすそうなマリルリを、うん、はいはいはい、あの奪ったんですけど、はいはいはい、まあ、実はなんか、まあ、その方が飼っていたねウサギが亡くなってしまったっていう悲しいエピソードがあって、はい、ガチじゃん。で、そのウサギの名前をニックネームしてたんですよ、はい、そのマリルリの。うわ。で、でもそのマリルリを奪ったことでその方のファンがね、うん、お前マジで何考えてんだどんな気持ちでこのマリルリ育てたと思ってんだというふうに、そうなんや、めちゃくちゃ怒ってしまって炎上したという話らしいですね。どうやら。これ第三者目線からいいですか、はい、かわいそすぎないですか。かわいそうなんですよ、めちゃくちゃウサギ亡くなったことも知らない状況でマリルリを取ったら、はい、むしろ配慮した結果マリルリを奪ったつもりだったんですけど、あ、そう、伝説とかは取らないのにね、はい、うわなんですけど、まあ、そういうちょっとね不幸なね事件だったんですけど、まあ、実際炎上したというエピソードみたいですね、どうやら。うわ、俺ね、うわ、うわ逆だったわ。企画だからないなって思考だった。企画だからこそあるなっていう思考に変えればよかったな。こっちだったらだってもうポケモン実況者としてもやっていけないじゃないですか。いやだから逆に A と C がな、うわーよかったです、まあ、ブロックはしないです、しないです、はい、よかったです。うわというわけでね、今回は炎上評論家のポケ仮面さんにね、僕の友人の炎上した友達、炎上していない友達を、はい、まあ、実際に顔写真なんかを見てもらってね、はい、予想してもらうというのをやってもらったわけです、はいはいはい、でもやっぱりねさすがの読みでしたね。あ、本当ですか。いろいろな情報からこう整理してこれをやってしまったらもう復帰できないみたいなのって、はい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 、ポケ仮面さんしか分かんないんですよぶっちゃけまあポケ仮面さんが復帰してる時点で相当何でも許される何でも悪いな気がしますけど、何でもじゃないですけどね、はい、まあそのダメな人はダメですけど僕は本当に周りの人に助けられて今があるんで、はい、はい、そうですよね。まあ2問正解と、ね、まあ、最後までかなりいい読みだったと思うんですけど、これはぶっちゃけね、これね、誰もこんなことあるんだっていうちょっとねエピソードでありますんで、顔がダメなんだよね甘いからね、甘いから、いやずるいよずるい。あとなんでここハゲてんだよちょっと俺もずるいだろこれもストレスでね、ストレスでハゲた読みだったんですけど、ここいいのにここだんだんハゲてきてるから大丈夫かな、なってきてます
はい、なるほど。というわけで今回こういった企画なんですけれども、はいはいはい、まあ、一応最後にね、まあ、言っとくと彼らにもねもちろん許可取ってますし、はい、ポケ仮面さんもねいろいろ好き放題言ってもらってますけど、はい、まあ、こういう企画なんでね、はい、まあ、こんな言ってくれてるわけなんで、まあ、その辺だけ配慮をお願いします。あ、お願いします。ね、低評価増えても僕のせいにしないでください。それはもう今だから大丈夫です。始めたばっかなんで。というわけで今回ね、はい、企画でまたちょっとポケモンカードとかも実際やられてたりするんですよね。そうなんですよ。ということでね、今度、はい、実際にちょっとね遊びましょう。うわー嬉しい、マジで嬉しい。こちらこそね、有名な、まあ、実際カードラシで前ね、チョコラビさんと一回企画させていただいたっていうこともあったんですけど、はい、まあ、こうやってね、ちょっと遊びましょうとかって言えるぐらいの僕的にはすごい嬉しいので、めちゃめちゃ嬉しいですね。ぜひやりましょうということで、お願いします。今度ね、まあ、いつかポケ仮面さんとポケモンカードしてみた動画も上がるかもしれませんので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。